株式会社山口銀行は、山口県下関市、竹崎町に本店を置く地方銀行。通称、山銀、山銀。山口県下関市に本社を置く金融持ち株会社の山口フィナンシャルグループ参加の地方銀行である。第110国立銀行として創業し、戦時統制時、山口県内の銀行を統合する形で設立された。 地方銀行でありながら、本店を県庁所在地の山口市ではなく、下関市に置いているため、山口市は全国の都道府県庁所在地で唯一銀行の本店が置かれていない。指定金融機関としては、山口県、下関市、長門市、山陽小野田市、宇部市、萩市、山口市、豊富市、周南市、下松市、甲市、柳井市、岩国市で指定を受けている。 かつては単独で東京証券取引所、大阪証券取引所市場第一部に上場していたが2006年7月30日付で大小一部の上場を廃止した。さらに同年10月にもみじ銀行を参加に持つもみじホールディングスと経営統合を実施し株式移転によりイエメフジを新設したことで当銀行は非上場となった。現在国内には 山口県全域をはじめ、広島県南部にも多くの店舗を展開。他、愛媛県と東京都に2店舗、島根県松田市、神戸市、大阪市、名古屋市に店舗を開設している。海外では、中国の大連市と太田市に、韓国には、富山に支店を設置している。また、下関市の対岸に位置する福岡県北九州市も、 営業エリアとしてきたが、夢藤井の推し進める地域別の銀行ブランド展開に伴い、九州内の店舗については、夢藤井参加の新銀行として、北九州銀行が設立され、2011年10月3日をもって山口銀行の九州内支店を承継して開業した。この手法は、リソナホールディングスによりリソナ銀行から、 埼玉リソナ銀行を分割した手法に習っている。この分離に伴う書手続きとして店舗番号や口座番号は山口銀行時代のものを踏襲しているが北九州銀行口座宛ての外国からの送金や口座内容変更にかかる窓口手続き通帳繰り越しなど一部の取引については各銀行ごとでの取り扱いとなったため両校が Web や冊子などで説明し 注意を呼びかけている。2015年2月23日とか第2店舗として高層マンションが多数立地し、2020年東京五輪の競技施設等の建設が進められている江東区豊洲の豊洲フロント2階に新店舗を開設した。同店には東銀行を銀行代理業者、所属銀行をもみじ銀及び北九州銀とした銀行代理店を設置している。 山口フィナンシャルグループ参加のもみじ銀行、北九州銀行とは ATMCD の相互開放を実施しており、平日8時45分から18時の入出金手数料は無料となるほか、山口銀、もみじ銀相互店舗間の ATM による振込手数料を無料としている。なお、ATM による通帳の基調や繰り越しも可能。また、山口銀行は、 県下の革新用金庫との ATM、CD 総合無料提携を行っており、平日日中の出勤手数料を無料としている。このほか、2004年7月9日より、コンビニ ATM 採用手であるセブン銀行と、2010年8月23日より、ネット及びローソン ATM ネットワークスとの提携サービスを提供開始した。2010年12月13日には、 イオン銀行との ATM 相互提携も開始している。山口銀行では、資格障害者に対するサービスとして、以下の7つの取り組みを行っている。資格障害者対応 ATM の設置展示ブロックの、設置展示普通預金の取扱い申し込書など、書類の記入代行申し込書などに記述されている。 内容の音読代行音声読み上げソフトでの読み上げに配慮した山口銀行公式サイト NTT ドコモの音声読み上げ機能に対応したモバイルバンキングありがとうございます。